はい、こんにちは、秋華堂の田中です。私ども秋華堂では、美術品、骨董品、幅広く扱ってます。その中でも洋画にも、大変力を入れておりまして、油絵といえば代表的な作家、大阪画壇のね、ユー、それ小磯良平という人がいますけども、小磯良平の、ね、絵が何がいいかってね、手で描いた知性を感じさせるんですよね。筆が知性になってる、そこがねいいですよね。近頃はですね、写実絵画ブームって言われてまして、油絵で描いた人のまあ9割ぐらいですかね、9割ぐらいの人は写実画と言われる、まあ基本的にはスペインリアリズムの系統の方が多いのかな。でうちでも何か扱わせていただいてますけども、大変魅力があるのは事実で、写実的なものいいんですけども、小磯良平の絵はねこんな感じ、こんな感じ、ですね、雑というんじゃないですね、スピード感なんですよね。スピード感があって、で人が描いてて何を描いて描かないか、その選択というものはですね、スピード感を持って伝わってくるんですね。だからその写真みたいじゃないんですよ。写真みたいじゃないっていうところに、なんかやっぱ絵の荘厳さというかですね、絵描きであることの喜びとか、それを楽しむ喜びみたいなものがね、はっきり伝わってくる。だからこの時代のこの小磯良平の描き方というのは非常に素敵、好きですね。まあね、物には結構流行り廃りがあって、なんか誰かいい方法を思いつくと、まあほとんどの人が真似するみたいな傾向があるんですね。今も昔も。もうそれはずっとそうです。もうそんなの、1000年前から。だから似たようなものが出るのは別にいいんですよ、しょうがないんですけども、でも僕はできればちょっと流行りがあったら、その流行りを最初に作る人、最初に作る人であってほしいなという気はします。で小磯良平が、まあこれがまあその書き方の最初か面白いか、まあ、知りませんけど、やっぱりこう今、この時代になった時に小磯良平は燦然と輝く、やっぱ金字塔なんですよね。こういう仕事、このなんていうかな、いろんな人が憧れる仕事、誰にも真似できない仕事、そういうものをね、やれるかかっていうのをこれからもサポートしていきたいですよね。はい、ということで、小磯良平の絵についてですね、お持ちの方で、まあちょっと手放そうかなという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、欲しいかなと思う人もいらっしゃるでしょう。私ども、買い取りのね、主に連絡ですけど、この0120いつも骨董の電話番号ないし、こちらの LINE 査定の、これちょっとこんな感じ、LINE でも査定できますので、ぜひご連絡ください。はい、ありがとうございます。